放題始まりました、おもてつチャンネルです。さあ今回はですね、はい、届きました嫌がらせの手紙、2度目でございますか、3度目でございますか、はい、何度目かになりますが、直で来るのは2度目になるのかな。まあ早稲田合格塾に行くやつは僕に届かないんですよ、平さんがチェックしちゃうんで届かないんですが、まあ別のところに送られてくるやつはちゃんと私の手元に来ますので、そちらですね、前回はずらずらずらっとですね悪口が書いてあって、なんだっけ、褒めたような悪口褒めたように書いてあるけど、武田塾国立小森田哲也様、背景初秋のほど、あなたのような素晴らしい人材が顔でか小太りのなんちゃってフランチャイズ野郎である林代表取締役の笠かに入るような器ではないと感じております。で、学歴ロンダリングのあなたにも分かりやすいようにサポートいたしますので、ご興味がございましたらご連絡ください。誰が学歴ロンダリングだ。その通りだけど、すげえけなすみたいな感じで、まあだから某会社の人になりすましている、そうだから全然関係ない人が書いているんですよ。で、筆跡もわからないように全部こうタイピングで書かれているもので、でその会社にまあ一応連絡して話をしたら、まあ刑事事件に一応な、刑事事件として警察には出しましたっていう形だったんですよ。ただまあ警察もそんなね、嫌がらせの手紙で動かないと思うんですよ、正直。忙しいと思いますし、まあやんなきゃいけないこともたくさんあるんで、だからそうすると図に乗って調子に乗ってまた送ってくるわけですよ。で、はい、ほらほらね、こうやってきましたよ。あれで終わりかよ、ヘタレロンダ野郎っていうですね。ということして、はい、また全然知らん会社のお偉いさんの名前が書いてあるこの後に、うん、わざわざ銀座から送ってきてんだ、化身が、うん、という形でですね、知らんよ、また社長の名前が書いてある。前回もそうでしたね、どっかの会社の社長が書いてありましたけど、いや、どっちがヘタレだよ。もう自分が匿名で全然違う人の名前書いて、そしてで字でバレたくないからタイピングやってんでしょ。超ヘタレもヘタレじゃないですか。なんてダッサい、うわかっこ悪い、うわもう気持ち悪いっていう感じですよ、本当に。自分がダッサダサだって思わないんですかね。あれで終わりかよって、まあ、どれで終わりなのかよくわかんないですけど、まあ、その前の手紙のやつだったら、はい、ありがとうございますね。このネタがないよ、どうしようどうしよう、毎日あげんの大変だなって、ね、メインチャンネルとサブチャンネル両方あげてるからもうネタがないんだよ、まあ、少なくともサブチャンネルは100日連続で更新するって言ってるので、どうしようって言ってるところに、ありがとうございます、こんなね、メインチャンネルでもサブチャンネルでもどっちでも使えるようなネタを持ってきてくださいまして、あなたのおかげで1日分動画撮るの助かりました。自分一人で撮ってるやつだから編集も楽だし、しかもこれ再生数取れんじゃないですか、嫌がらせ系だから。あなたのこの63円のハガキ代と、そして何かしら打ち込んだ手間で、私はお金になります。はい、で私 YouTuber なんですよ、嫌がらせはネタになるんです。はい、ぜひねこの人を後悔させてプラスに動かしてやろうと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでね、ね、登録者増えればね、私にとってもプラスでしかないですから、ありがたいことです。ただ僕はいいんですけどね、この使われたね社長の名前ね、そう、前回の件があったから調べもしませんでした。誰なのか知らないです、全く。残念だったな。今回は何の手間もかかってない。まあ登場人物がいっぱいいたんで、前回はですね、私だけじゃなかったんで、一応連絡はしたんですけど、今回は登場人物、私とどこかの知らない社長だけなんで、何のあれもないです。ただただ私の元にネタがやってきただけ。残念だったね。嫌がらせたかったんでしょ？俺がイライラしてる、ムカつくってなるとこ見たかったんでしょ？残念でしたね。届いて、あ、ネタが来たって思いましたからね。とことん YouTuber だなと思いましたけど、自分自身。まあ、もしね、それを望んでやってたんだったら、素晴らしい。ありがとうございます。望んでないでやってたんだったら、残念だったなぁ。と感じました。まあ、嫌がらせ自体はね、まあ、いろいろ受けてきてはいるから、まあ、誹謗中傷的なコメントは全然毎日来るから、それはもう慣れっこです。それに耐えられないね、人はね、辞めちゃうっていうのがちょっと残念なんですよね。本当にこのインフルエンサー業界は優秀な人が、こういう人たちのせいでいなくなっていく。
っていうね、残念です。まあ、批判と誹謗中傷は違うとかっていうコメントもよく来ますけど、まあ、それはもう取り方次第ですから、その人が誹謗中傷だと思ったら、まあ、かなり誹謗中傷になっちゃうっていうのはあるんですけど、まあ、まあ難しいですね、線引きが。まあ、批判で言ったらもうこんなんもう毎日どころか何時間に1回届くわけですけど、自分自身はもう。で、まあ、怒る沸点がね、難しいなって思いますね。だいぶ、すごい小さなことでも炎上材料になってるじゃないですか、今。この間のね、坂上さんとの動画でも散髪失敗したっていうやつだけ、なんてデリカシーのない人ですかみたいなね、やっぱ批判バーってきたんで、ちょ、まあ、あまりに過激なのは消したのかな、覚えてないですけど、残してるかもしれないですけど、あ、そうなんだ、散髪失敗しただけでもそんなひどい人間だとかって、人間性を疑いますってなるんだって思ってね。ちなみにこれはこのフレーズ、セリフっていうのもあれですが、ダウンタウンとさんまさんがすごい久しぶりに共演、久しぶりだったかな、わかんないですけど、共演27時間8時間テレビ、そう、フジテレビで共演した時に、まっちゃんがさんまさんに言った言葉なんですよね。なんか角刈りみたいにさんまさんがなってて、そこで、で、失敗しました、みたいにね。そうそう、お笑いの人たちがこう、絡んでいくみたいなやつで、オープニングでトンネルズが出てきて、その後に、ダウンタウンと絡むかって思ったら絡まなかったんだよね。で、ダウンタウンの後にさんまさんで、遠隔でこう、共演してて、まっちゃんが言ったんですね。松本さんが。今そうだね。松本さんって言わないといけないんだもんね。それですらなんか苦しさ。カジサックって書いただけで来たからね、いっぱい。カジサックさんだろうっていうコメントが。なんでカジサックにさん付けなんだよ。あだ名でしょ？一番ふざけてんなって思ったのは、さん付けしろよ、森鉄って。それはいいの？森鉄さんじゃないの？みたいな。まあ、ちなみに自分は全然あだ名だと思ってるから、森鉄は。だから森鉄さんじゃなくても別に森鉄って言われたところでなんともない。うん。だから生徒たちに森鉄って言われてもなんとも思わないし。だからカジサックも同じ感じですけど。カジワラだったらカジワラさん。西野だったら西野さんだけど、カジサックでしょ、カジサックさんなのとかって思ったけど、やっぱりそれでも失礼だ、ひどいみたいなのはね、結構くんで、クロちゃんじゃねえ、クロちゃんさんだとかね、さかなクンじゃねえ、さかなクンさんだとかってね、来るんですよ、やっぱり。ああ、やっぱそういう風になってんだな今って思いましたね。まあでもそんなもんなんですね。ということで、まあ何かしらのことで炎上しやすくなってるっていうのは、まあわかります。炎上しやすくなるし、で、その炎上とともに、やっぱり自分の正義を振りかざして、うわーうわーうわーって言ってくる人は多い。それは間違いない。で、そういう時、自分の正義を振りかざしさえすれば、それは誹謗中傷にならないと思うんだよね。っていうのがあるよね。まあ、だから大変です。批判の声はいっぱい届くっていうのは、まあ、インフルエンサーは覚悟しなきゃいけないものではあるなと思います。でも、わざわざ手紙書いてくんだなーっていうね、そのメンタル、ある意味すごいなと思うんですね。まあ、ぜひ、あのね、法律詳しい方は、まあ、これはどうなるのか。まあ、段階もね、来れば、そうそう、井上先生っていうね、うちのチャンネルにも何度か出てきてくれている方は、これが何度も続くようであれば、もう完全に業務妨害になるから、訴えることはできるし。で、あとはこれ、なりすましてるわけですから、そのなりすまされてる会社側は、もう完全に、もうそれを訴えることはできると。で、誰だかわかんないからさ、相手は。まあ、民事はできないから、警察に行くしかないですね、って言って。でも、まあ、警察は取り合ってくんないでしょ、こんな小さいのっていうね。感じなし。だから、犯罪者ですけど、犯罪者ですよと自分に刺してるみたいな。そういう犯罪者なんだけど、まあまあまあ、まかり取っちゃうっていう感じですね。はい。まあ大変だよね。ちっちゃいものっていうのはね、取り扱ってもらえないから、だからまあ、この犯罪者がいい気になっちゃう。ただまあ、まあ自分でどうですか？犯罪者なんですよ。あなたは。どうですか？犯罪をやってる気分は。まあ、どうでもいいと思うのか。ね。普通の仕事をしてる人。だからほら、誹謗中傷する人って、意外とね、会社の偉い人とかっていうのも多いって言いますし。まあネットだったらほら、ね、その情報を開示されちゃう可能性もありますから。逆に、アナログでやることによって、情報開示されないですっていうね。わかんないですけどね。本気で調べられちゃったら、ね、防犯カメラで、この投函してるとことかも映されちゃうと思いますけどね。まあそこまではやってくれないと思いますし、別にこんなヘタレチキンのために動いてもらう必要はないと思いますので。という感じでございました。はい、皆さんはどう思いますか？ぜひコメントでお聞かせください。はい、よいしょ。ありがとうございました。Thank you for watching. 送ってこいって意味じゃないですかね。とか、なんか他の人たちに送ろうとかって思わないようにね、してくださいね。はい。